はうまくいった3科目があって、その3科目だけで見たら本来取ろうと思ってた点数より高かったから、その3科目で勝負できるところだったら受かる可能性が上がるみたいな、切り替えの速さがここは大事だと思います。そうですね、もう終わったことなんで。そう、落ち込んでも点数はやっぱ1点ももらえないから、はい、武田塾チャンネル。やっぱ本当にやっぱ直前期じゃないですか。直前期ですね。センター試験も間近で、はいね、一般入試だってもうね、早いとこだったら1ヶ月切っちゃってますよ、もう。本当ですね、もう、本当にクリスマスに戻りたい。大して戻ってないね。大して戻ってない。そうですね、直前期のおかげですね、僕が伸びたのは。だからね、まだまだ諦めずに、はい、まあ、その中でね、もし困ったことあれば相談してもらえればということで、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は、受験相談 SOS。まあ、うまくいった場合はさ、対応策っていうか、志望校に向けて全力で頑張っていくだけじゃないですか、基本的には。またね、順調、はい、だからまあ結局、まあ、ぶっちゃけセンタリオンマーチとかももう8割後半とか必要になってきますし、私立志望のこの場合はまあうまくいかなかったとしてもちょっと切り替えようかぐらいの感じはありますか ね。で、問題は国立志望、国公立志望ですよね。そうですね、もうダイレクトに響きます、ね、そうですね、だからもうこの場合はやっぱりその例えばそのうまくいかなかったラインにもよると思うんですよ、はい、例えばそのもう本当に志望校に全く挑戦できない、足切られちゃうとか、はい、センターの配点高すぎても日時はリカバリーできないとかね、なんちゃったらもうこれは志望校変えるしかなくなっちゃうわけじゃないですか。そうですね、だからね、多少不利になる程度だったらそれをカバーできることを今度はその戦略、はい、点数とかの配分とかをね、例えば英語6割でいいと思ってたんだけど英語は7割にしなきゃいけないから、じゃあ7割取ろうと思ったら何の対策をするか、例えば英作文は正直優先度が低かったから後回しにしたんだけど、はい、そのセンターでやらかしちゃった分英語英作文でフォローしないとなみたいな戦略になるかもしれないわけですね、はい、被害が小さい場合の話ですね。その時に使えるのがその各予備校からね、そのあるじゃないですか、この合否判定できるシステムみたいなのが。センターリサーチです、ね、そうそうそう、センターリサーチ、大体センター終わってから1週間とかね、そのぐらいで結構調査できるようになるんで、はい、そういうのを使って結構そのなんていうかトータルの点数だけじゃなくて配点次第だと、はい、有利不利が変わったりするっていうのも大学によってあったりするわけじゃないですか。ありますね。だからそういうものを駆使して今の自分の点数で一番そのいけそうなところを狙いめると、だからそれこそね、トータルで見たら本来取らなきゃいけない点数より1割下回っちゃったんだけど、でも実はうまくいった3科目があって、その3科目だけで見たら本来取ろうと思ってた点数より高かったから、その3科目で勝負できるところだったら受かる可能性が上がるみたいなケースもあったりするわけなので、確かにそうですね、その辺徹底的に調べた方がいいですよね、まあ、高校生だと学校の方でセンターリサーチ出すと思うんですけど、既卒生だと自分で出さなきゃなんないと思うので、それもやってほしいところですね。あと出さなくても別にネットだけでね、使うことも別にできるんで、やろうと思えば、いくつかのその学予備校から出てるやつとかを比較してね、自分の可能性が高いところを探したりみたいな形で、まあね、とりあえずその切り替えの速さがここは大事だと思います。もう終わったことなんで。そう、落ち込んでも点数はやっぱ1点ももらえないから、はい、どうしようもない。そう、この後の点数を1点上げるためにはどうすればいいか、で1点数上げるだけじゃなくて今のに受かる可能性を上げようと思ったら大学選びってところも、ね、戦略を練り直さなきゃいけないかもしれないし、はい、だからもしくはそういうこと、いやもううまくいかなかったらもともと浪人するつもりだったんでみたいな感じだったら、じゃあ浪人するにしても今年度の蹴りをどこでつけるかみたいな、足切り覚悟だったとしてもやっぱりその、行きたい大学にとりあえず行くのか、いやとりあえず入試の感覚を味わっておきたいから自分が受かりそうなラインの国公立の私立を第一志望と一応仮の第一志望と置いて挑戦するのか、いや何とか今年入りたいからその受かりそうなところで勝負するのかみたいな、ね、そうですね、なのでだいぶ失敗したとうまくいかなかった人は一度今後どうするのかっていう戦略を練り直した上 で気持ちを切り替えることが大事ですよね、これについてはやっぱり、ね、正解はないんですよ基本的に、だってどれが正しいとかじゃなくてどうしたいかによるからね。そうですね、だけどそのどうしたいかの中で今ある状況の中で自分が一番有利になるプランというか、はい、可能性が高いプランをこう模索しなきゃいけなくなると思うんですよ、予定から崩れたってことをね、はい、だからそれをまずしっかり考えて動いていってほしい。でそれがどうしても、ね、自力じゃ解決できないみたいなのあったら、はい、全然この時期に駆け込んで受験相談してくるぜ受験生とかの塾生でも全然いたりするんで、いますね、もういつでも相談に来てくれれば大丈夫なんで、なので、まあ、そういった形でね、まあ、あらゆる点でうまくいかなかったとしても全力を尽くそうと、はい、
まあね、そんな劇的に、ね、状況は変えられないかもしれないけど、少なくとも、ね、どうしたらいいかわからないとかっていう状況でもう迷ってるよりは絶対その一歩先に踏み出せると思うんで、うん、まだ諦めるのは早いと、はい、全てが終わるまではあらゆるに全力を尽くしましょうと、ね、はい、まあ、何よりもでもやっぱりセンターが本番うまくいってるのが一番いいんだけどね。もうセンター多分この動画出る頃には終わっちゃってると思うんで、はい、その中でね、次どうしたらいいか悩んでたらまた相談してもらえればと思います。はい、はい、今回の質問は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。